んにちは。住まいで暮らしを楽しむチャンネルナビゲーターの倉田亜美です。本日は NHK 日曜美術館などを担当されているテレビプロデューサーで番組ディレクターの清藤誠二さんのご紹介です。今回は現代アートで自分の個性を見つけようというテーマのセミナーです。それではセミナーの一部をご覧ください。ね、絵ですけど、ほとんど漫画のようにね、生きてる竜なんて動物まず存在しませんから、それなのに生きて何か動いてるような、何か意識があるようなものを作り出すっていうのは、この完璧なアニミズムです。だからさっき、タコと絡まってる女性図、これもこんなことありえないでしょ。でもタコがまるで男性のようで、女性はタコをまるで人間のように相手するっていう絵が描かれてるってことは、ここにアニミズムが入ってるんです。ここに完璧に、ね、でしかも笑いという遊びが入ってます。そういう状態があるっていう、この3つが揃っているっていうのが日本美術の特徴で、はっきり言って日本美術家はこの3つをキリキリにこう研いでですね、海外に出ればおって言われるはず、言われるくらい、この特徴もあります、ね。では本題に入っていきます、ね。今日は、今六本木で開催中の森美術館のスターズという日本の美術界の世界に、出ていけるスターです。ところがですね、この日本美術家の中で世界に出ていってるのはたった数人しかいないです。ほとんど1人2人ぐらいの感じ。日本美術ってほとんど誰も、日本の作家とか画家は誰も知られてないんですね。で、歴史的に言っても葛飾北斎の、あの神奈川沖縄のね、波の図が有名なぐらいで、日本の美術っていうのはそこまで有名になってないです。その藤田嗣治とかね、あの海外に出て行った人もいますけど、それでもマイナーです。ほとんど知られてない。で今、現代美術家、ここねスターズで6名選ばれてますが、この中で唯一世界展開した人が2人だけいるんです。この6名の中でも2人しかほとんど知られてないんです。その2人は誰かっていうと、これから紹介する村上隆、それから草間彌生、この2人だけなんです。それ以外はほとんど無名です。まだ例えば、奈良もそうですけど、もっとねいろいろ、例えば岡本太郎、さっき言った藤田嗣治ね、いますけど、日本世界的に見るとそこまで知られてないです。岡本太郎がもっと評価されてもいいかもしれないですけど、全然知られてない。でこの村上隆と草間彌生はなぜ有名になったかっていうのをこれから、ね、説明していきますけど、いろいろなルート、あの戦略的に、こっちは経済的なことであるとか、こっちはある種女性とか、日本人の女性とか、それからまあアーリー・ブルットのラインかな、そういうところでを突き詰めたことによってちょっと目立ったということによって評価された。で、まあ、両方とも経済、ルイ・ヴィトンとかね、そのこう、ブランドとコラボレーションしたっていう戦略が成功したところもあるんですけど、それには、それに引っ掛ける素材がちゃんとできてない と、コラボレーションしても、アートとしての評価ない。さっき言ったように、おそらくこの2人にもそれなりにこの飾り遊びアニミズムっていうのを徹底して引っ掛けたところがあります。ただこの2人しかほとんど有名になってないです。だからはっきり言って、これから日本美術というか日本の文化を世界にアピールする上でヒントになるこの村上隆と草間彌生かもしれないけど、これから説明しますけど、結構あざとい戦略で有名になってます。この草間彌生にしても僕はまあまああざといというかですね、この6名ね、今日本の先端を走る、美術家だと言われてますし、その通りだと思いますけど、果たして100年後200年後にこの作家たちが残ってるかというと、まあほとんど残ってない、僕は言ってもいいかなと思います。なぜかというと、例えば江戸時代の画家、それから中世の画家って僕ら、ね、今伊藤若冲であるとか葛飾北斎とか名前を残してますで方をみんな見てるけど、もっと有名になってこれぐらいこの6人のように活躍してた人もほとんど消え去ったっていうか残らない。で実は全然注目されてなかった、例えば若冲とかそうなんですけど、注目はされてたけど
日本中で有名になってなかった人たちが今改めて評価されるっていうのがあるので、僕はおそらく今ものすごい有名になってる方たちは100年後に残ってないだろうと勝手に言っております。で、次紹介するこの村上隆ですね。今回も六本木、ね、まずこれからいきましょう。村上隆ね、一番今日本人のアーティストの中では、経済的にも名声的にも成功してですね、先端を行っております、ね、だから第一展示室にもすでにこれこんだけ展示されてるんですけど、スーパーフラットっていう2000年の前に、1900年代ですね、1900、1990年代に、海外に展開する上で、まあ、日本でまずねこのスーパーフラットという概念でまあ、そういう、まあ、キャッチフレーズで売り出したんですけど、スーパーフラットって何かっていうと超平面、ここにあるように平面なんです。平面で戦う、この立体じゃなくてね、日本はこの平面の中でいろんなものを変えて、その平面を超えたものを、作り出してますよ。それは何かっていうと浮世絵とか日本のその、ね、水墨画がずっと延々と漫画とかアニメに、継承されてる、そのフラット平面をでの表現っていうのを村上隆たちは、まあ、体系化して自分の画風の中に取り入れてます。だからこの中にアニメとか漫画とか、それからこの金箔推し ね、この富士山とか日本絵画、ね、日本絵画の金箔推しみたいな、それから漫画っぽいことアニメーションの色使いみたいなのをギュッと入れて、まあ、これが日本の絵の継承した全てですよというふうに打ち出したんです。でそうすると今、ね、フランス人も注目してるんですけど、そのアニメとか漫画とか注目されてるじゃないですか。そっちのラインで食いついてきて現代アートの方が反応したと。でこの前にはこういう、ね、これ90年代に作ったこのね立体図ですけど、これ完璧にこれ、もう完全に R18 指定ですね。これね、こっちはものすごいね、マストの乳首からこのミルクが放出されてるっていう、しかもアニメのキャラの、これ1990年代に作って、数億円で売れたっていうね、こっちもこのミルクボーイっていうね、この生きり立ったペンスを持っている先からこのミルクが放射されている、まあ、ミルクじゃないですね、もう完璧にね。しかもこの、まあ、いわゆるドラゴンボールのスタイルのこの顔、ね、髪型、このアニメーションで、立体のこのフィギュア、当時は、ね、流行していたフィギュアっていうのを使ってアニメ顔の、しかもこの目とかをね、すごいアニメの状態で、これを現代美術ですよって言って、アメリカに出品して、これも数億円の値段で売却されたっていうね、作品なんですけども、こんな風にすごい戦略をしてですね、注目を取られるようにして、村上隆は最初のデビューを飾ったんです。村上隆は最初からこんな絵を描いてたわけじゃなくて、日本画の、いわゆる油絵でもなくて、こういう彫刻でもなくて日本画の画家だったの。東京芸大のね、日本画の学生だった。学生で大学に入ってそういう画家を過ぎてたんだけども、突如こういう戦略を取って名前を打ったわけです。で、これが成功したわけです。ね、これもそうです。この、ね、いらっしゃいってこの、ね、この中にあるんです。これも90年代の作品ですけど、もう日本のアニメキャラ。しかも胸ももう異様にでかく、もうスケスケ状態だと。で、ミニスカート。ね、これをアートの彫刻ですよっていうふうにして、表現したわけです。いかがでしたか？清藤さんは日本の現代アートのポイント、飾り、遊び、アミニズムの内容を分かりやすくお話しされていました。参加された皆様はこれからの時代の美術の大切さ、そして現代アートの答えのない奥深さを学ぶ機会となったようです。清藤さんは心を磨くアート入門と題して、ここ土屋グループ銀座ショールームで不定期でありますがセミナーを開催しておりますので、ホームページでご確認いただければと思います。ここ土屋グループ銀座ショールームでは様々なイベントを開催しておりますので、銀座ショールームで検索してみてくださいね。
よろしければチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。また別チャンネルでありますが、倉田亜美でございますでは私のプライベート動画も配信しておりますので、そちらも概要欄からチェックしてご覧いただければと思います。それでは本日は以上となります。チャンネルナビゲーターは倉田亜美でした。